クヤ。おお。おすごい、虹色ですね。虹色だ。めちゃくちゃ綺麗。いろんな色が。はい、VCP の町です。ダーマスです。あまちゃんです。お願いします。はい。暗いね。今日暗いのはですね、ね、炎色反応を今日やります。炎色反応。はい。炎色反応。炎色反応といえば、はい、こちらの、はい、これですね。はい。リチウム、ナトリウム、カリウム、銅、バリウムです。まあ使うと、こいつらを使って、ね。どうです？普段はどういう風にやりますか？炎色反応。そうですね。一個一個を反応させて、一つ一つの色を確認するっていうのがオーソドックスですね。はい、ですがね、今回はちょっと一味違いまして、もうこれ。全部ぶち込みました。全部一味、はい、一味ただ混ぜたっていう、はい、いやいや一味違いますよ、まあ、全部混ぜた、はい、全部ぶち込みました、ね、で、はい、こちらメタノールをね、うん、入れまして、まあ、こんな状態になっております。なんでメタノールの？このメタノール、エタノールだとちょっと炭素の数がですねちょっと多いので、うん、不完全燃焼が起こってオレンジ色の炎になるという感じです。まあ、観察しにくいんだね。そう今ここに混ぜてあります。はい、はい、じゃあこれ燃やすと実際どうなるかっていうね、はい、シメン君をねここにバーンして、あ、じゃあやりますか。やっていこうか。じゃあそこやりましょうか、はい、じゃあ皆さんメガネをつけて立ちましょう、はい、ナチュラルボーンメガネスタンダープリーズ。よいしょ。まだこちらの脱脂麺をね混ぜてあるやつに入れて、シメン君の出すよく浸そう。あと裏表じゃあみんなどういう風な炎が見えると思いますか？予想タイム、はい、赤ちゃん、私は全ての色が混ざって、うん、なんだ、なんとも言えない白っぽい混ぜる派、混ぜる派、混ぜる派ですね。これは僕は全部なんかそれぞれ見える派。バラバラ、私はバラバラにね、なんか局所的になんかあれするか、もう燃える感じで。ほや。おお。おすごい、虹色ですね。虹色だ。めちゃくちゃ綺麗。場所によって違うんだ。いろんな色がオーロラみたいですね。すなんか。でも真ん中赤だと思ったら端っこが緑だったり、ビューティフォー紫出てたり、あ、今ちょっと赤みが強い。いいね。さまざまな皮膚に反応してる。不思議。レインボーだ。レインボーだ。レインボーファイヤー。レインボーファイヤーだ。良さそう、ストロンチ色の、はい、それじゃあまとめて、はい、はい、じゃあちょっと復習してもらおうかな。おう、どうだった？さあ結果的に今結果を見てどうでしたかね？予想とはもう、予想では全ての色が混ざってどんな色になるんかなっていうところだったけど、僕的に的中して満足ですよね、すごい、はい、そうね、実際に燃やしてみると別々の色がちゃんと観察できたっていう、うん、っていう、はい、うん、まるで、うん、これね、ちょっと虹のようなオーロラか、うん、オーロラみたいな、ね、もう今まで一色ずつしかさ、うん、やってこなかったわけだから、いやちょっと面白い実験になったんじゃないですかね、うん、まあ、綺麗なのが感動できた、超綺麗だった。時間によっても色が変わる、ね、そうなんですよ。最後の方になんか緑が残ってたのでやってみる、ちょっと変わった炎色反応やってみる、一味違う炎色反応でした。まあちょっと実験に気をつけて皆様やってみてください。はい、では今回はここまで、はい、それでは皆さんさよなら。